はい、坂上でございます境セラフィロソフィー、経営の原点12か条からです。1、事業の目的意義を明確にする。2、具体的な目標を立てる。3、強烈な願望を心に抱く。この強烈な願望のところなんですが、潜在意識にまで到達するほどの強く持続した願望を持つことというふうに言われています。これはとにかく自分が思うことを繰り返し、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 毎日、毎日、毎日思えと。 そうすると潜在意識というところに浸透していくんだと、いつの間にか、うまあ、夜中起こされてもパッとこう言える甲子園球児みたいになっていくんだよという話なんですが、例えばその例として、うん技術系の人が採用したいと思っていたときに、飲み屋に行ったときに、あなんか、えあの話してるみたいに。 こ心が引くっていうか、自分がそういうふうに意識がそっちに行くんだよっていうようなことを稲森さんが言ってるんですね。で、その時に稲森さんが京都商工会議所の副会となった時に、NTT の技術の人がたまたま来たんだと。そして、KDDI につながったという。その場合に、この一瞬の出会いを逃がさないという表現をされてましたけども、そういったものってあると思うんですね。それは、あ、ちょっといいですかって、飲み屋でも。 仮に採用したいとしたら、あ、ちょっといいですかあなた、今なんかそんな話してましたよねって、うちって実はそういう人が欲しくて、みたいな話とかをしてもいいんじゃないんですかっていうことなんです。そして、日常の仕事の中でも、うん、適当に軽く受け流すみたいなことをやっていると、そういうものをとにかく逃がしちゃうんだよって。 そういう簡単にいい加減に処理するとかっていうのをしちゃいけないんだということを稲森さんは言うんですね。この話もよく講演会とか、清和塾の中でも、そのさっきの隣の人が話をしているのにパッとこう気持ちがいく。目の前の人と話してても、え、あみたいになることってあるじゃないですか。優位注意という表現もされることがありますけども、自分がそういうものがいつも意識の中にある、そして注意してると見逃さないんですけども、なんとなく、 ちょっと思ってるんだよなっていう程度だとやっぱり見逃すんですね。聞き逃すんです。なので、そういうところをやっぱり潜在意識にまで到徹するほどのお願望、強烈な願望を毎日毎日繰り返し思う。そうすることによって、いい出会いを逃がさずにパッとつながることが可能なんだということを稲森さんはおっしゃっています。